まあこちらが、まあ、長谷部商会ということですね。で、サッカー日本代表の長谷部選手、元、彼もそういえば昔、フルーツ・ラ・パークに会いに来ましたね。で、まあ、この長谷部商会と関係があるのかどうか、一応まあ、他のところ、まあ、その、これ何かっていうと、その、お金をかさされた相手の、その、再建する、まあ、飲食店の店というところが、愛宕というところにあって、で、神社の中に、まあ、店舗を構えていたと。で、まあ、その関係のところの、規模とかなんです。まあ、土地の、で、あと、まあ、使用者責任とかがどれぐらいのところまで、話が続いていくのかっていうところがあるかと思うんですけども、彼が、長谷部誠という名前で、国会でもね、姿見たことあるんですよ。だからそれは何か、証言者として出ていたのか、何なのか、もう議員になってるのか、それちょっと確認しなかったら、もう何が何やらもう、本当によくわかんない状態になってますね。で、これ撮影してるのも、事の成り行きだとか、あと、まあ、そうですね、田崎真珠っていう、田崎史郎さんっていう人も僕と会ってるんですけど、その愛宕の神社の中にワインの店舗を出してましたね。で、こちらは長谷部商会という会社の店舗。だから、まあ、森ビルさんが、まあ、どういうふうに関わっているのかっていうところですよね。まあ、これがもともとのその有限会社サイコンっていう会社で、あったんですよ。池助のことを知ってる人間は一応まあ取締役ということで、新部という男だったんですけど、まあ、長谷部商会、これもかなり昔のものなんで、平成11年の頃ですんで、まあ、代表取締役、長谷部妙子という方、あとまあ取締役の方、まあ、あと2名の方も女性ですね。一体何がどうなってるのかっていうことですね。神社でしたね。見に行ったところ。それと、あと中華料理のお店。で、まあ、6階建てだから多分神社の方だと思うんですけどね。そう、何階にも行けるところじゃないのと、ちょっと待ってくださいね。5番の2。だから、やっぱりサイコンってなってますよね。なってるなってる。森ビルさんもね、僕の県のところで、当時の森ビル株式会社の、社長の人とかが、いろいろマスコミの人に聞かれてましたね。これどういうことなんですかっていうことで。周囲の移転。ちょっとまあ、いろいろ思い出せることあったら思い出して、まあ、新しく書類作りたいと思います。